はい、えー、こんにちは。えー、っと、今日は、えー、っと、この前っていうか、にで、えー、この前のえー、っと、ラジオ動画で、えー、っと、年前の本が出るっていうお話をして、まあ、その続報みたいな、えー、っと、年前関連の動画は出さないって、えー、っと、前回の更新で言ったっていうか、そういうタイトルにしたんだけど、ちょっとこういう本、 こういったものに関しては、まあ、お伝えした方がいいかなと思いまして、今日はこういう動画に、えー、してます、えー。文学通信っていうところから、えー、思い出の年前。で、えー、っと、え、え、で、えっと、ふるさと文化館の監修っていうかなんかそういうやつです。うん。 多分、ふるさと文化館で去年の9月から11月までやったやつに展示されたやつのなんか説明文とかなんかついたようなものが出てくるのかなと。うん。まあ、発売日はまだわかってなくて、こういうものが出るよっていう、まあ、具体的になってきたものです。うん。っていう。 今日は、えー、これだけです、うんまあ、また発売日とか値段とか分かったらば動画で、えー、お伝えします。うん、っていうだけですで。もしその文学通信さんの方で、まあ、こういうツイツイッターのやつをこう画面に映して 紹介しているっていう点がちょっと気になるとか、なんか違うなって思ったらば、あのー、まあ you、YouTube、上の、の、えっと、やりとりっていうか、で、えぇ、ー、こ,こ,まあ、こういった動画は、っていう、まあ、まあ、普通に削除要請した、削除要請をしていただければ、私の方で削除いたしますので、 まあ最後にもう一度繰り返しになりますが、えー、文学通信さんから「思い出の年えという本が出ます、えー、発売日についてはまだ詳しくは分かっていませんが分かり次第お伝えしますでは終わりでは終わりますまたねバイバイ